出羽西木忠夫は、東京府南葛飾郡出身の元大相撲力士。本名は、奈良崎忠夫。1925年7月15日に、東京府南葛飾郡で生まれる。高等小学校1年生の時に、両国カジノス助から勧誘されたことで、出羽の海部屋へ入門し、部屋で入門検査を受けて合格したものの、帰宅した時に、父親が急性する悲劇に見舞われた。 これを知った両国カジノス助は、小倉少年の父親代わりとして教育することを決めた。1940年5月場所で初土俵を踏み、最初は番付に名前が掲載されるまで時間を要したが、1944年1月場所で三段目優勝を果たしたほか、同年5月場所では幕下で全勝を挙げた。全勝優勝こそ、番付上位優勝制度によって果たせなかったが、 小倉の活躍は周囲から注目を集めた。重量昇進を間近に控えたある日、現役兵として校舎包帯へ入隊して体重が激減し、1946年11月場所に復員して、ようやく新重量昇進を果たした。その後も兵役によって激減した体重をもとに、戻すべくモロ稽古と増量に励み、1947年6月場所では初導入された、 優勝決定戦で、吉羽山順之介に勝利して重量優勝を達成し、所要に場所で重量を通過、1947年11月場所に、念願の新入幕を果たした。会時代は、土地西木清高としょっきりのコンビを組んでおり、双葉山定寺の引退相撲が、旧、両国国技館で行われた時を最後に、土地西木とのしょっきりを卒業した。 柔軟な体質で足腰も良く、突っ張りから左を刺した上での右で、追っつけるか、もろ差しで寄り切る、速攻の取り口は、安芸の海の再来と称されて、勝ち目が早かったが、1950年のある日に行った、不動岩ず男との稽古で、左膝の関節を脱臼する重傷を負ってからは、腰の重さを生かして、左半身で守りながら少しずつよる、消極的な相撲を取ることになった。 出脇きの重い腰は、若の花見騎士でも手を焼いたほどで、若の花からは11勝を挙げたほか、引き分けも3度経験している。故障を長期化させた原因については、実著で、相撲は、不況時代で、幕内力士が一人でも休むと、肝心元がうるさく、怪我をしても休めなかったと実解している。新入幕の場所では、この場所で、幕内最高優勝を果たした。 羽黒三さんに次ぐ9勝2敗の好成績を挙げ、この場所から新設された3勝の受賞力士第1号となった。幕内では三役在位17場所、金星獲得10個、史上初の幕内通算1000回出場を達成するなど相当な実力者だったことは言うまでもなく、東京オリンピック直前の1964年、 9月場所を最後に現役を引退するまで16年10ヶ月もの長きにわたって幕内に在位し続けた。16年10ヶ月の在位期間は年6場所制が定着した1958年以降では2010年に海王博之が更新するまで歴代1位の記録であった。現役引退後は年寄り多語の裏を襲名し日本相撲協会で巡業部 審判部を歴任したほか、年寄り在職中から多くのテレビドラマバラエティ番組に出演するなど、いわゆるタレントや方の先駆けとも言われた。1990年7月場所で日本相撲協会を定年退職した後は、現役時代の四個名、では銀、忠だうのなで、テレビドラマでは両邸の主人役を講演したほか、1999年9月場所までは、 NHK の大相撲解説者を担当し、ユニークな語り口で人気を博した。また、生放送中に突然川柳を読むことでも知られ、優体のおじに、花向け初支配、寝て起きてまた強くなる、高花だ明けぼのが朝日に変わる9月場所、友の花先生やめてよかったね、などを残した。タレントとしては、日本テレビの底抜け脱線ゲームにレギュラー出演したほか、 NHK 総合テレビのクイズ番組、クイズ日本人の質問には、小形昇ると共に回答者として、準レギュラー出演したことがある。また、NHK 連続テレビ小説、ひらりには、梅若部屋が所属する一門の小三親方、緑風立五郎の役で出演した。大相撲解説者を勇退してからは、現役時代に負傷した膝の影響で杖が手放せなく、なっていたという。 2005年1月1日午後5時47分に、水臓癌の試死去。79歳だった。時勢の区は、孫の手握りにっこりと、孫孫せずに、友のいる国だった。1961年夏場所で、初優勝した、佐田の山と敬明射脱で、言動は常に、周囲の笑いを誘っていた。土俵態度では、松のぼりと、本場所の土俵上でにらめっこしたり、 大量の塩を高々とまく和が秩父孔明に対して指先で少しだけ塩をまいたりとひょうひょうとしていた。和秩父との塩まく量が全く異なることから、塩などは安いもんだと和秩父、では金塩の値段を知っておりと川柳にも読まれたことがある。それ以外にも制限時間いっぱいを呼び出しから告げられた際には、ほいきたと返答するなど、 ユニークな土俵態度で非常に人気があった。では日式がこのような土俵態度を見せるようになったのは足腰が弱かった、新弟子時代に土俵祭りのノリとの一節である、清く明らかなるものは火にして上にありこれを勝ちとなつくを聞いて、勝利するために脇を明るくすることが必要だと考え、稽古後に寄か通ったりして意識的に明るく振る舞ったからだと、後年になって語った。 では2式が初土俵を踏んだ時にはまだこの世に誕生していなかった大砲後期とは数々の名勝負があり、猫騙しをかます、立ち合いにいきなり万歳をして、諸差しを狙った大砲の両腕を抱えて濃く出すなどたびたび苦しめた。通算対戦成績は、では金の3勝17敗であるが、うち2勝は大砲の横綱昇進後、 それも一回目の六連覇の期間中に挙げた、金坊氏である。ではの海一門の大砲攻略の参謀役を担い、同部屋の沙汰の山新松、一門の土地の海、明田吉美、土地光正幸ら後輩たちにアドバイスを送っていた。大砲からは、関脇は務まらなくても大関なら務まると、言わしめたほどだが、これは大関を期待されながら関脇在位時に一度も、 勝ち越しがないことが関係していると思われ、大砲のライバルであった、柏戸強とは、出和金の2勝14敗で、柏戸の大関昇進以後は10連敗して一度も、勝てなかった。同期である、土地木清高とは、親友で、よく一緒に稽古を行っていた。所属する部屋こそ違えど、同じ出和の海一門であり、稽古も巡業も一門別だった当時は顔を合わせる、機会は多かった。 かつては、土地二式と共に食りを行ったが、当時は、食りを行った力士は出世しないという悪いジンクスが存在していた。しかし、土地二式は後に、横綱昇進したほか、では二式自身も、関脇まで昇進して15年以上にわたって幕内に、在位し続けるなど、悪いジンクスを二人で見事に打ち破った。土地二式との仲の良さは、土地二式の横綱昇進後も続き、 横綱に昇進して用意された個人用の控室も出入りが許可されていたほどで、土地二式が突然現役引退を発表した際も、その前に引退を察していたと伝わる。その土地二式の引退相撲では弓取りを披露した。戦術の通り、6人の横綱から10個の金帽子を獲得したほか、寺四国一万蔵東。 富士金一、吉羽山淳之助の三横綱からはいずれも、不戦勝を得ている。寺四国は引退当日の対戦相手となり、東富士からは三度、吉羽山からは二度不戦勝を得た。では錦が対戦を経験した横綱のうち、不戦勝を含め白星を全く得られなかったのは、戦術の柏戸のみである。佐田の山新松の指導を担当し、進む松が綱を取ったら、 わしが立ち持ちをやるから、それまで引退しないと、常日頃から周囲に行っていた。しかし、それが実現する前の1964年9月場所、で力尽きて、現役を引退したが、1965年1月場所の後に、佐の山が横綱に推挙され、で和金の引退相撲で、横綱土俵入りを、披露、ギリギリで間に合って、恩を返すことができた。 他にも多くの力士の指導を担当したが、解説者としての出は金とは考えられないほどの厳格さで、鬼のでは二との異名を取るほどだった。この厳しい指導、教育は自身の子供にも行われた。日本相撲協会の巡業部に在職していた1971年の夏のある日、巡業の1日が終わって、親方や力士が夜の街へ出かけるために世話をしていたが、 ある日、玉の海西洋だけが外出せずに宿舎に一人で、残っていることに気づき、横綱はなぜ遊びに行かないのかと尋ねたところ、玉の海は自分は皆と一緒に遊んでたら、体が持ちませんと返答した。同年、7月場所を全勝で、幕内最高優勝を果たしたばかりの横綱が妙なことを言うと不思議に思っていたが、同年10月11日に玉の海が中水園で休止した。 現役力士、しかも27歳の横綱が現役死亡する事態に各界には激震が走ったが、手羽の海は後年、玉の海について、すでに優勝した7月場所を終えた時には、自分の体調に変化があったことを自覚していたのではないかと語っている。元では金、田子の浦忠夫の名義、土俵の砂が知っている、涙と笑い、十五年の生活記録一水者。 1965ありがとうございます。